で本来やったらスプーンは何度であれやったっけ、7とか8やったっけ、そう6、うん、これやったらいくんじゃん。高さは11、まあでも安牌ですよね、これ打ってくれたら。あーちょっと開いた。これをもうほんまに自分で信用して上からスタンと下ろしてパッと横変換できれば。どう？うん、いやいやいや、アンパイアンパイ、うん、もう打ち下ろしのとこだ、全然これでいい。あーちょっと、そうそう、初めのうちはコースの動画でもみんなに見てもらうけど、これ出るようなコース行ったら、それをちょっと含み損に置いといて、うん、これでいけたらいいよ。うん、キャリー197、トータル220、上からぶったたけるか。うん、8、ボールもうちょっと右でもいい。うんうん、いい。ボール右になってくるとこう詰まってる感じじゃなくて、もう別にボール右になってもこう変換は下半身で変換するだけやから。まあでも全然助かってるけどな、これな。あ、こんなもんでいいんや、うん、だってさっきと変わらんもん。今上から叩くけど、まあターンやな、ターンでこうやって上からビシャッと押さえてるけど、ターンで、ああこれ合格、転がる転がる、え、転がる転がる、どこへも行かんもん。ラスト、はい、はい、じゃん、おお、普通にいいの、じゃあドライバー行こう、みんなドライバーになってくるとやっぱりこうどうしてもこう強く強く打ちたくなるけど、全然いらない。上からスト、これいい、あ、もうこれでキャリー200いくんや、ほんまだ。これいいんじゃない、
そうそう。あとじゃあ最後ドライバーにこう上げる勢いでストーンとこうなんていうのこうここをさ思いっきり叩くときにこうやって振り上げてガーンよりも、うん、こう叩いた方がいい。まあ上の動きはそれ頼ってもいい。これはいい。これはすっごい転がる。これやばいなこれ。そうそうそう8度高さ10。もうなこれやったらはちょっと左だ言うてもうどっこもいかんよ。違いない。もうこれもコースでちょっと試してほしいね。うん、さあじゃあちょっと通常の高さにしてこう今度はこうスッと下ろすときにこうロフトをこうするんじゃなくてこのままこのままチョップやね。オッケー。この右手の感覚がそのまま前からチョップする感じであと横変化。ああそう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 。こういった時のこの右手のこの方向の感覚で覚えて上から押さえる時はこうやけど普通の時はこうこうはこの感覚で。そうそうそう。こういうふうにバーンってこうボールに対してこうパワーを超えていくこと自体は変われへんけど、おい低い球しか出えへんやんけ。そうやね困ってんねん。そうそう。あキャリーが出た。ボール左に置いてちょっと高くして、そう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 。ほんならもうボールの角度が上がった分だけキャリーが出て飛んでる。そうそう。これで240。さあ思い切って。63ボール所属。うわキャリー219トータル251オーウェイ。めっちゃ飛ぶやん真冬。やっぱりいやでも分かるやろほんまに低い強い球を打とう思ったらこうなっていくよね。
全然フェード打てるやん。だから今のちょっとその練習な、ボールの位置とティーの高さと変えて自分がどうするかだけでいい。もうやり方はもう全部合ってるわ。うん、これだとチーピンでええよ。いつも山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきありがとうございます。評価もぜひ、チャンネル登録はこちら、 Twitter、Instagram、LINE アカウントも始めましたのでチャンネル登録の方よろしくお願いします。お